Thank you.
僕らにとってはすごい大きい存在で、まあ他人に言うようなことじゃないけど、まあでかかったです。でもね、ジョン・ホームズがとして、ジョン・ホームズと僕らジョー・スピートとしての付き合いよりも、もうね、個人個人の一人一人の、付き合いの方が多かったんで、全然ジョン・ホームズが解散するやっぱ悲しいことやけど、でも新しい一歩をみんな踏み出そうとしてるから、寂しくはないです。何かに、まあ大阪でも言うたけど、何かに負けたり、心が折れたわけではないです。ジョン・ホームズを辞めるのは、新しい一歩を踏み出すためです。今よりもしんどい道を選んだだけです。これからもっともっとしんどくなるけど、それでも自分ら音楽が好きやから、好きなことをやっていこうと決めた4人です。まあそういう人らが日本には少なくなってます。それぐらい音楽好きで音楽やってる人っていうのは少ないです。皆さんも本物を見極めて、自分の目で見て耳で聞いて、心で感じて、感動した者には賛美を送ってあげてほしいと思います。応援してあげてください。よろしくお願いします。僕ら、2月の26日、セカンドアルバム出ます。まあ内容もいろんな意味で、僕らが新しいところにまた
ム作ったり、曲作ったり、バンド活動ばっかりしてます。まあ大阪から東京に移ってきて、まあ新しい友達もできずに、毎日毎日寂しいです。ガタ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 震えてますが、音楽だけはねやめたくないです。それはジョン・ホームズにしてもそうやったと思うし、今日出てるサンゾールも、イモタリティもみんな同じことやと思います。普段の生活がね、どんだけしんどくてもやっぱりバンドは好きです。音楽好きです。やめません。だからといってなんかねみんなに何かをしてほしいっていうわけじゃなくて、ただこうやって僕らみたいなのをって、一個の好きなことに対してしつこくやってて、そういう奴らがこの場所で演奏して、ね、このなんか変な感じの空間が生まれて、ね、ただみんなここで生きてるってことだけ、感じてくれたらいいと思います。まあいろいろとリリースはこれからしていきます。アルバムなりシングルなり、ただ自己満足のものは作ってないです。まあ誰かに向けた、誰かに認めてほしい、見られたいというものの表れだと思います。だからまあ無理に拒まずにジャンルなんか関係なく一回ぐらいは耳に入れてください。お願いします。まあこれからいろいろライブやっていきますが、自分らの好きな音じゃなかったり、まあおしゃれな音楽でもないし僕らは、そんなんじゃなくてもなんかちょっとだけ僕らがおるっていうことを分かっとってほしいです。僕らみたいなのもおるということを、それだけです。ジュI'm not gonna lie.
話してくれた、ジョン・ホークス、それからサブ・モタリック、ありがとうございました。それと来てくれたみんなもありがとう。まあジョン・ホークスにとって、今日はライブ前にも言ってましたけども、一つのライブとして、すっきり終わらせたみたいです。まあこれで音楽から離れる人じゃないんで、それでいいと思います。これからの、彼らの行動に、注目しておいてください。お願いします。まあ同じ神戸でずっと一緒にやってきました、ジョン・ホームズとは。まあちょっと今日は話長いですけど聞いとってください。まあずっと一緒にやってきたわけですが、ジョン・ホームズにとっては僕らとの出会いはもう最近で、3年ぐらいですけど、僕らにとっては、バンド生活の全てがジョン・ホームズと一緒でした。いっぱいいろんなことを教わったし、悪いことも教わったし、ほんまにいい人生においての先輩でした。これからもいい先輩でしょう。まあジョン・ホームズが僕らにいっぱいいろんなことをしてくれて、まあそれに対して僕らは何をしてあげられたかと、何もしてないです。ただ僕らが長く続けて、あの人らが死ぬまでねやっとったら恩返しになるんちゃうかなと思ってます。まあこの場を借りて、礼を言いたいです。今までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。Oh,
Thank you.
Thank you.